めちゃモテないサックス、ゴーゴー純さん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様こんにちは、こんばんは、近藤純と申します。知っている人は知っている、初めての方は Nice to meet you。 今日は特別企画です。千葉の庄司さんからリクエストをいただきまして、同僚の藤原先生の誕生日なのでございますので、誕生日&プレゼントリクエストに答えちゃうぞ企画。何年かぶりに出しました。トランペットの岸義和さんから譲ってもらいました。すごい安く、ほとんどお金払わないぐらいで。はい。で、マウスピースも、いろんなトランペッターの下に、こう、もらったりなんかしちゃって。でも普段は全然吹いてなかったんですけど、今日は、僭越ながら、トランペットで、先生いきます。先生、おめでとうございました。トランペット、すいません、下手くそで。先生は24時間体制でお勤めになっておりいらっしゃいます。僕が胆のうの手術をした時に、夜中中、看護師さんとか先生が動いていらっしゃるのを間近で感じました。世の中にこういう方がいなければ大変なんだなということを実感いたしました。本当に毎日毎日、ご苦労様です。頑張ってください。それでは、同僚の庄司さんからいただきました。大沢たかおさんと綾瀬はるかさんがやってらっしゃるドラマ、ジンのメインテーマソングを演奏します。どうぞ。その薬は、ペニシリンと言います。苦労して選んだリードも、ペニシリンではなりません。藤原先生、大変失礼いたしました。大沢たかおさんのモノマネのモノマネをいたしました。藤原先生、頑張ってください。応援しています。庄司さん、リクエストありがとうございました。何か人とは縁を感じました。そう思って吹きました。吹いた人間は、近藤仁。ゴーゴー純さん、じゃんじゃん、また見てねー。